というわけで、4枚のエースを使ったマジックです。4枚のエースですから当然4種類のマークがあります。クラブのエース、スペードのエース、ダイヤのエース、そしてハートのエースとね、この4枚のエースを使ったマジックですね。で、この最初の3枚はこんな感じでね、一直線に並べまして、残りの1枚は私の方にね、手前にリーダーとして1枚だけ置いておきます。こう T 字型にね。で、それぞれのエースの上に3枚ずつのカードを配っていきますが、まず最初はこちらリーダーのところに3枚で、まず1枚目のエースの上に3枚ね。ではまずこちらからです。ご覧ください。こう指をこう鳴らしてやるとですね、なんとエースが消えてしまう。で、消えてしまったエースはこちらリーダーのエースのところに引き寄せられてくるわけですね。はい、もう一回やってみましょう。次はこちら真ん中のエースですね。また3枚のカードを配っておきます。で、この状態で指を鳴らすだけです。もうこれだけで先ほどのエースが消えてしまうわけですね。消えたエースはやっぱりこちらリーダーのエースのところに集まってくるわけですね。吸い寄せられてくるわけです。で、最後のエースなんですけども、最後はお客さんご自身にお手伝いいただきたいと思います。それではですね、また同じように3枚のカードを配っておきますので、この4枚全体をしっかりと押さえておいてください。じゃあ今日はこの方に押さえておいていただきます。よろしいでしょうか。しっかりと押さえて離さないでくださいね。で、この状態でこう指を鳴らすと、やっぱりこちらにエースが来てない。あれ？これは？あ、エースが来てないどころか、先ほどの3枚のエースさえも全部なくなってしまいましたよ。これはどういうことでしょうか？お、なんと、こちらにね、4枚のエースが全部集まっておりました。おそらくね、お客さんがエースに好かれてたんでしょうね。